入国を終えたのか。意外と入国審査簡単だったな。なんか軽いね。なんかこんな感じで PPT ってよくわかんない文字をもらって、One of my friends come right here. He's coming right here. Yes. よし、こんな感じでね、荷物も取りましたしね、今ね、これをちょっとビノイルから出して、今からちょっとまた荷造りをしてのシーノという感じで行こうかなと。外が全然ね、寒いのかな、まだ寒いと思うんだけどな、多分な。寒いはずなんですけどね、まあ、とりあえずちょっと準備しましょうか。はい、赤ラインはこう右回り、青ラインは左回りでやってると。なるほど、じゃあこれ赤ラインにいた方がいいのかな。で次の駅で乗り換えて普通の新幹線ガレージ G マーツっていうとこ行ってサンフランシスコ行きたい。はあ、なるほどなるほど。ターミナルが1、2、3、4つあるんだ。2つあるんだ、インターナショナルターミナル G と A が。あー、なるほど。
初なんだ。でしょ、これ中国語だよ、日本語ねえじゃん、日本語がない時代なんですね今の。まさかの日本語バージョンはないですけど、これ今どこいんの、これどこだ今、ここだ今、これないの、これあ、これのこれ、これと同じマークじゃん、
これはちょっと喋っといた方が良さそうだな。ストリートバーツキーこれどう？ないよ。あ、こんなん、こんなんあるじゃん。ちゃんと時間めっちゃ気になる。ストリートステーション。あれこれめっちゃ近くじゃない？あ、めっちゃ近くだ。黄色いやつ。なるほどなるほど。とりあえず10ドル1000円ぐらいで買ってみますか。
トラックって何時引くってことね。クリッパーが引っちゃった。まあいいか。記念にもなるしね。3ドルでそれあってこれ払い戻しできるのかな。てか最初にやっぱかこれどこにクリッパーがある。クリッパーカードここか。おー便利じゃん。便利じゃん。これだ。ダウンタウンサンフランシスコのこっちですね。こっち行けばいいんだ。なるほど。いいじゃない。ん？なんかある。これ乗ればいいな。これ空いてなくない？この列車。開いてないじゃん、これ。どうやって開くの？これどうやって開くの？普通に開くの？開かないじゃん。これどうやったら開くんだな、これ。開かないじゃん。なにこれ。どうやって入るの？めっちゃ古いな、車。ってことかな。Thank you.
なるほど、なるほど。セーブマンス。ハイバリューエニモハイバリューって何？このクリッパーカードを使えば 0.5 ドル節約できるらしいですね、片道につき。だから何ドルかかるんだ、このエアポートから、エアポートからあそこまで、僕の目的地のこのエアポートから、ポートからこのパウエルストリートっていうところまで確か 9.5 ドルくらいだったんですけど、それが9ドルくらいになると、俺は助かるね。60円くらい安くなるってことだよね。かなりいいんじゃん。パスピンもこんな感じで気軽に買えたらね、もっとたくさん旅行者使うんでしょうけどね。優先席、プライオリティスイート、この椅子めっちゃ快適なんですよ。ほう、いいね。なるほどね、こうね、ここだ、ちょうど俺が降りるのが。
final morning call. Final morning call, Pittsburgh waypoint. Doors will be closed momentarily. Please wait.